おい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 、勘弁してくれよアルミ。いきなり何言い出すんだよ。いや、こればっかりは勘弁できないよエレン。僕はもう決めたんだ。でもな、お前の乾杯の温度がないと打ち上げが始まらないんだぞ。でも僕にはもう無理なんだよ。みんなには悪いけど、こればっかりは譲れない。これまで完璧にやってきたじゃねえか。なんで今更そんなこと言い出すんだよ。僕だって打ち上げを楽しみたいんだよエレン。いいかい、トロストク最終撃想定訓練の後に行われる調査兵団、駐屯兵団、訓練兵団の3兵団合同打ち上げの乾杯の温度といったら、これはもう大変な大役だよ。そんな大役を務めなきゃならないってプレッシャーで、毎回打ち上げの1週間前からろくに眠れやしない。本来なら楽しいはずの打ち上げが、いつも憂鬱で憂鬱で憂鬱すぎるんだ。乾杯の温度が終わった後で楽しめばいいだろう。寝ちゃうんだよ。まさか司令は自分が心置きなく打ち上げを楽しむために僕に乾杯の温度を押し付けて。そうだ、そうに決まってる。僕なら断れないと思って。まずい、まずいぞエレン。どうしよう、このままじゃ僕はもう一生打ち上げを楽しむことはできない。待てアルミ、見ろ階段だ。混乱すると階段を登ろうとする癖は何とかした方がいいぞ。いっそ階段から転げ落ちて骨折でもした方が。落ち着けアルミ。とにかくだな、お前がもう乾杯の温度をやりたくないのは分かった。でもな、お前がごねて打ち上げができないなんてことになったら嫌だろ。みんな打ち上げを楽しみにしてるんだぞ。よし、作戦を考えた。作戦？オーディションをして僕の2代目を見つける。ミカサ、すぐに準備に取り掛かってくれ。わかった。お前いたのかよミカサ。それじゃあ応募者の皆さんを中へ通してくれ。アルミ、全員揃ってる。みんな台本は持っているね。それは打ち上げにおいて最も重要だと言っても過言ではない乾杯の温度だ。少しのミスも許されてはならない。じゃあまずは僕がお手本を見せる。ミカサ、合図を頼むよ。では乾杯の温度を。845年突然現れたこの打ち上げから始まる乾杯。よっ、さすが本物。こんな感じでお願いするよ。あと多少のアレンジは加えてくれてもいいからね。では一番の方。はっ。エントリーナンバー1番、コニー・スプリンガー。845年突然現れた超大型巨人。どうしたのコニー。超大型巨人キュキビおよび。ああ、超大型巨人、およびおよび。鎧の巨人。ああ、鎧の巨人によって、すべての日常が、とともに。え？いや、だから、すべての日常が、癖とともに。壁とともに。はあ、コニー。君文字読めなさすぎ。暗証ならいけるかい？は？暗証？あ、あれか、あの船がなんかこうコツンってなってこうバッバーンってなっちゃう、そういう感じの あれだろ？コニー・スプリンガー失格。では次の方。はい。エントリーナンバー2番、ジャンキルシュタイン。なんだよジャン、緊張してんのか？うるせえ、集中してんだ。では乾杯の温度を。おはジャン？ジャン？ダメだ、固まってしまってる。ジャン、おい、しっかりしろ。いや、もういいよエレン。そんなか細い神経じゃ乾杯の温度を取ることなんて不可能だ。ジャン・キルシュタイン失格。では最後の方。エントリーナンバー3番、エルビン・スミス。では最後の方。エントリーナンバー3番、
エルヴィン・スミス。おお、エルヴィン団長まで。これは期待が持てるぞ。団長なら演説に慣れているはずだ。では乾杯の温度を。うむ。845年、突然現れた超大型巨人および鎧の巨人によって全ての日常が壁と共に破壊された。そして我々調査兵団は常に人材を求めている。毎回の壁外調査で多数の死者が出ることによって慢性的に人員が不足しているのだ。団長、駐屯兵団からの転属、訓練兵団からの新規入団も常に歓迎している。諸君、自分に聞いてみてくれ。人類のために心臓を捧げることができるのかを。以上だ。諸君、自分に聞いてみてくれ。人類のために心臓を捧げることができるのかを。以上だ。乾杯。団長、一体何を読んでるんですか。私なりのアレンジだ。せっかくの機会だからな、新たな調査兵の募集を。乾杯の温度で調査兵団の宣伝をしないでください。失格です。ガーン、失格。ミカさん、次の候補者を。もう誰もいない。え、そうなの。もうダメだ。落ち込むなよアルミ。こうなりゃ俺がやってやるよ。俺が困った時お前はいつも助けてくれたろ。それに俺だってお前に打ち上げを楽しんでもらいたいしな。エレン、ミカさん、合図を出してくれ。では乾杯の温度を。845年、突然現れた超大型巨人および鎧の巨人によって全ての日常が壁と共に破壊された。完璧だ。いけるよミカさん、これならすごくいい乾杯ができそうだ。ええ、間の取り方も絶妙。壁と共に。くそ、あいつらが、あいつらが母さんを。くそ、何やってんだ俺は。打ち上げなんかして楽しんでる場合じゃねえだろ。エレン、エレン、ダメだ。ダメだ。待って、アルミ、階段を登ってはダメ。アルミ、もうダメだった。俺だ、僕はもうここ一生打ち上げとは無縁な人生を送るんだ。どうするのアルミ。どうもこうもないよ。この前も言った通り、僕はもう二度と打ち上げの乾杯の温度は取らない。でもあなたが乾杯の温度を取らないと打ち上げが始まらない。わかってるよそんなことは。待って、アルミ、そっちは階段。混乱すると階段を登ろうとする癖は直した方がいい。いっそ階段から転げ落ちて骨折でもした方が。落ち着いて、アルミ。あなたがダダをこねたせいで打ち上げができないなんてことになったら嫌でしょ。みんな打ち上げを楽しみにしてる。じゃあどうすればいいって言うんだ。この前オーディションで僕の二代目を募集したけど、誰一人としてまともにできなかったじゃないか。もうダメなんだよ。打つ手はないんだ。大丈夫、私が新たな二代目候補を集めてきた。早速オーディションをやりましょう。え、まだ人材が残されていたのか。ええ、よりすぐりの人たちが。では一番の方。はっ。エントリーナンバー1番、サシャ・ブラウスです。では乾杯の温度。はっ。845年、東洋渡来の大豆汁のごとく突然現れた、度重なる品種改良によって生み出された、30メートル級の巨大カボチャよりも大きな超大型巨人およびウォールローゼ南城壁都市トロストクにある、手に入れるのに3時間は並ばなければならないグレタベーカリーの黒パンよりも硬い皮膚に覆われた鎧の巨人によって。待ってくれサシャ、
何言ってるかさっぱりわからないよ。食べ物を絡めた方がみんな興味を持って聞いてくれると思うんですけどね。それは君だけだよ。すべての日常が角を取らずに煮たジャガイモのように。サシャブラウス失格。エントリーナンバー2番、ジャン・キルシュタイン。 あれジャン、君は確か前回のオーディションで一言も喋れず失格になったはずじゃ。一度落ちたやつが受けちゃいけないなんて募集要項には書いてなかったぜ。それはそうだけど、まあいいや、今日はちゃんとやってくれよ。行くぜミカサ。では乾杯の温度。845ね。突然現れた超大型巨人及び鎧の巨人によって、すべての日常は壁と共に破壊された。しかし我々人類は3分の1の領土と2割の人口を失って。気持ち悪い。ああ、なんかそのすっごく気持ちが悪いよじゃん。気持ちが悪いよじゃん。え、ミカサもか。ええ、すごく。そんな温度じゃ乾杯する前にみんな帰ってしまう。そんなジャン・キルシュタイン失格。次の方。エントリーナンバー3番、リヴァイ。おお、兵長まで。これはいい、すごくいいぞ。きっとみんな真剣に聞いてくれるはずだ。では乾杯の温度。これを読むのか。はい、お願いします。ったく、めんどくせえ。845年、突然は、おい。はい。突然ってなんだ。こんな当たり前のことまで言わなきゃならねえのか。どこの世界に予告してから現れる巨人がいるんだ。なあ、キノコ頭。はい。おい。はい。突然ってなんだ。こんな当たり前のことまで言わなきゃならねえのか。どこの世界に予告してから現れる巨人がいるんだ。なあ、キノコ頭。はい。てめえは見たことがあるのか。これから食いに行きますよって予告してから人間食い散らかしに来る巨人を。あの、兵長。なんだ。あの、受かる気あります？受かる？なんだ、受かるってのは。あの、これは僕の2代目のオーディション。俺はただここに来れば紅茶の茶葉がもらえると聞いただけだ。そうなんですか。人を集めるのに参加賞があった方がいいと思って。さっさと茶葉をよこせ。どうぞ。ちっ、これだけか。ミカサ、まだ君がいるじゃないか。私？そう、君だよミカサ。君はいつでも何でも簡単にこなしてきたじゃないか。訓練兵団だって首席で卒業したし、初陣の時だっていきなり精鋭部隊に抜擢された。そんな超大型級のプレッシャーに比べれば、打ち上げの乾杯の温度を取るプレッシャーなんて3メートル級の巨人に等しい。頼みの綱はもう君だけだ。いや、きっと初めから決まってたんだ。君しかいないよミカサ。僕の2代目は君だ。さあ読んでみてくれ。わかった、やってみよう。それでは乾杯の温度。845ね。突然現れる、現れた超大型巨人を呼ぶ、および鎧の巨人によって、すべての日常が壁と共に破壊されるので、我々は、人類は。わかった、もういい、もういいよミカサ。ごめん、僕が悪かった。ごめんなさいアルミ。いや、謝るのは僕の方さ。